緊急で動画を回しております。昨日 DFAC 世界ボディービル選手権を終えた翌朝になります。こちらは21日の朝10時ぐらいという状況です。これからですね、オーストリアのグラーツというところに移動するところで、まあ、これ勘のいい方だったらなぜそこに行くのかということが、分かると思いますが、まあ、そんな状況でですね、緊急で動画を回しているのはですね、私の親友の高須幹也先生、ミキテがですね、ご自身の YouTube チャンネルの中であのイキリ系 YouTuber 山崎恭介君と絡んでいて、その中で緊急でアンサー動画を、作ってほしいということをおっしゃられていたので、それにお答えしようと思った次第であります。その中でですね、恭介君とミキテアの仕上がりどっちがいいんだという、議論がですね行われていて、まあ、多くの有識者、ゴード浩二さん、木澤さん、サイヤマングレートさんなどは、ミキテアの勝ちだということをおっしゃっていたということで、その情報を持ってですね、ミキテアと、恭介君が、話し合うと議論をするという、状況でした。まあ、この動画チャンネル概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。で、岡田先生どう思うんですかということで、聞かれたので正直にお答えしたいと思います。まあ、これ完全にミキテアの勝ちです。まあ、完全に上半身、皮膚の薄さ、ドライ感、ミキテアの勝ちだと思います。なぜかというとですね、まあ、あの動画見てもらえれば分かるんですが、まあ、恭介君の方が腹筋出てるんですけれども、カットが鮮明じゃないんですよね、ぼやけてる。でミキテはね、腹筋出てないんですけど、これはね、腹筋の出し方が苦手であって、胸部ね、大胸筋のカットなんかを見るとしっかり出てて、カットが鮮明なんですよ。まあ、この部分だけでももうミキテの勝ちだなと。そして恭介君はね、よく焼いてるんですよ。ミキテはね、全然焼いてない。もう、美白、まあ、美容、形成外科、医師として、教授がありますから、美白のまま出ると、肌の美しさを保って出るということで、徹底されましたので、白さがね、際立ってるんですよね。そういう状況だとね、なかなかカットなんて見えないんですよ。私も今回ね、今ね、これミキテと同じで手黒いですけど、カラーリングをしただけでね、全く焼かずに出ました。焼かないでね、カット出すってすごい難しいんですよ。だからね、焼かないのにカットが見えるまで絞ったから、いろんな方に、褒められました。ゴードさんからもメッセージいただいて、もう万全の仕上がりだったという評価をいただきました。要はね、日焼けをするとカットが深く見えてしまって、絞れて見えてしまうということがあるんですよね。恭介君は完全にそれで、ミキテアは白いからしっかりとカットが出るところまで絞り込まないとね、なかなか自分で納得できなかったと思うんですよね。まあ、私なんかそうでした。なので、恭介君はね、黒いのにあのカットがぼやけてるっていうのは本当にね、危機感持った方がいいよ。マジ危機感持った方がいい、厳しいってという状況なんですよね。でね、足の方はね、ミキテはなかなかカットが出てなかったんですけど、まあ、これはね、出し方の問題、トレーニングの仕方の問題もありますから、単純に女子棒絞れてるかどうかという観点で言うとミキテの勝ちということなんですね。ミキテはね、ノービスクラス、そして、恭介君はなんとグランドクラスに出たわけですよ。グランドクラスに出るということでね、ここはね、ミキテに勝たないと、勝たないというか普通に勝つべきなんですよ。勝ってないとおかしい、何やってんだよと。で、出禁ですよ、最下位。もうね、多分恭介はね、大会に出る前から出禁 T シャツをね、デザインして発注までかけてると思うんですよ、私。まあ本当にふざけんなよと思いますね。まあこれね、皆さんね、出禁 T シャツ買ったら負けですからね。まあということで、今回の緊急、動画はですね、ミキテアの YouTube に対するアンサー動画でミキテアの勝ちということでした。そして恭介は、デキン T シャツを発注している可能性がありますので、皆さん、そういった商法に、絡め取られないように、養分にならないようにしてもらいたいと思います。ということで、トレーニングいってらっしゃい。私が創業したジムガレージではトレーニングマシン販売、ピラティスマシン販売、そしてジム出店トータルサポートをしております。
詳しくは QR コードを見てトレーニングいってらっしゃい。私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド、研究開発を重ねてさらに進化いたしました。すべての味で天然甘味料 100% になりました。そしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしました。スポーツサプリメントでは初となるグラスフェッド低分子ホエイペプチド、そして筋合成のスイッチを押すロイシンなど筋肉にいいものしか入っておりません。さらにアンチドーピング認証ももちろんクリアしております。最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモサピエンスからボディービルダーへと進化してください。そして携帯できる最強 PFC バー6パックプロテインバー、そこに完全栄養食も加わりました。さらにはマシン、書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいております。ぜひチェックしてみてください。